2004年12月、フジテレビである番組が始まった。滑らない話を皆さんでしていきましょうよ。はい、していきましょう。はい、この松本人志の言葉で幕を開けた人志松本の滑らない話、今回12月29日放送で23回目を迎える。これまで90人以上の芸人が600話を超える数の滑らない話を披露。バリッて踏んだ。そんな膨大な滑らない話から1月30日に深夜に放送していた頃の特に面白い話を集めた DVD が発売。その名も人志松本の滑らない話 The Best。 これ僕のお姉ちゃんの話なんですけど、まあ僕ちょっと見てもらったら分かるようにちょっとこう しゃくれ気味じゃないですか。はい、お姉ちゃんの方がもうちょっとしゃくれてるんですね。ほんでお姉ちゃん小学校6年の時にこれは嫌やと、あ女の子はね、はい、で強制したい言うたんですけど、まあ、高いからどうしようかってなったら、アメリカ製の ここに強力なゴムが入ってる、こんななんかちょっと帽子みたいなのがあるんですよ。でそれで寝てる時にこう顎って出ていくんですって。だから寝てる時にグッと押さえたら治っていくんですよ。はい、ほんで寝る時にその帽子かぶってその強力のバンドのあれをここにこうやってこうやって寝るわけですよ。ね、ほんでお姉ちゃん寝てるじゃないですか。夜になったらそれかぶりよるんですよ。ほんでお姉ちゃん寝てて、お姉ちゃんが熟睡したら強力だ。お姉ちゃん、お姉ちゃん口開いてるよ。たぶんまたこうで、しばらく1時間したらまたこうこれほんまに治んのかな思って。なんと厳選された88話の滑らない話を収録。 DVD 特典には第1回大会を収録した音源 CD、 音だけで聞く滑らない話に加え、松本人志スペシャルインタビューが入った20ページに及ぶブックレットもついてきます。人志松本の滑らない話 The Best、もちろん滑らない話だらけの88連発、1月30日発売。